手で抱きしめたら、イマジネーション飛び立つの。プリンセスさんのプリプリ世界で一番あ世界で一番暑い夏をやってみました。まあこれは夏やからね、まあやろうと思っていたよ。プリプリ初ちゃう、うん、でもやっぱ盛り上がるね。プリプリの曲はみんな、まあ、よく知ってるし、まあ、キャッチーやねん、やっぱな。ちょっとプリプリ苦手とかいう人おらんでしょ、多分。万人受けするというか、うん、バラードはバラードでまたあのね、M とか有名な、やっぱり、うん、幅広い世代の人にまあ愛されるっていう感じかな。ほんでね、何年か前にあのそれこそなんか毎回男組言ってるけど、男組さんと同じで期間限定復活したのよ、プリンセスプリンセスが。うん、そうね。そう、私その時も東京行ったんですよ、ライブ。そう、そしてなんとか関係ないからか、
男組さんのこの復活のライブもチケット当選しまして、おめでとう。行くね、10月だから。でもどっちもプリプリも男組さんも当時はまだ子供なわけ。子供やからテレビでしか見れないね。で家でちょっとなんかな、当時はなレンタルビデオ屋さんに、今もあるんかな、そうライブのやつが貸し出しだったわけで、それでしか見れない。でそれでこう見てはこう振りを真似したりとか、お部屋で一人ライブとかやったりとかして遊んどったんやけど、だからプリプリも男組さんも言うたら大人になってこう生で見るのが叶うという、この素晴らしいやろ。だからなんかそういう昭和の世代とかの人のもう限定でもいいから、その復活っていうのは嬉しいね。いってらっしゃい、行ってきます。羽ばたくわ、羽ばたいてくるわ。一人で参戦するくせに連れて行こうとするからね。うん、待っといてほしい。まあ、東京連れて行ってホテルで待っといてとかありえへんじゃん。え、ありえるな。ありえないよ。何しに行くねん、この歩けない僕を連れて。そうやな、だからヘルニアじゃなかったらもう絶対に連れて行っとったんやけど。まあ、でも元気よな、やっぱり昭和の時代のアーティストさんって今でも結構皆さん活動してらっしゃるね。なんか先輩たちがそうやって元気でいてくれるとこう希望が持てるよね。希望がなんか年齢ごとにもう終わったんじゃなかろうかってこう途方に暮れる時ある。もうこれもうあとは年を取っていくだけかなとか思う時ある。だけどそういうキラキラしてる先輩とか見るとまだいける、まだあの年であんなに輝けるならまだいけるって思うからね。やっぱり未だにまだこうみんなにこう夢と希望を与えているわけですよ。つまり素晴らしい。そして私は頑張る。還暦になってもまだやる？頑張る気ないやん。60歳ってどうだろうか。どうだろうか、じゃあ今。あ、そうか、マリ様言うたばっかりやん。マリ様60歳先輩方を見ているんで、おうおう、え、うん、頑張ってくださいよ、ちょっと。はい、ということで今回は夏歌の定番ですね、プリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏をやってみました。この動画がいいなと思ってくれた方ははい、グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん良い夏を。つがいでした。言うても まだ来週も夏やから、いい思い出いっぱい作りましょう。どの中に言う、ね、辛いでした。また来週。